よし、じゃあ行こう。百鬼、群雄、天の国の戦。これも、なるべく死なないようにします。頑張ります。さすがの目利き。使い方がまずいよな。最後のステージとかウェーブ制だから、サークルの中に入るべきなんですか？入ると入るで、死にやすくなっちゃうからな。うん、そうなんだよ。しかも弓だからな、外からちょんちょん打ってたいんだよね。あんま向いてないですよ、そういうダミント。ウェーブ性って。うん。外からちょんちょん打って。ああ、これ一列ですか、やっぱ。一列のやつ。攻められていることを知り。おじぎ。よろしくお願いします。グレンデンさん。あれ、グレンデンさん。しかいない今。いや、ピオって人が隣にいるけど。俺見えねえ。まあ、いっか。あ、落ちるパターンもある。ほらー、行くぞー。俺の力量を試す。あれ動いてないけど、あっち大丈夫？え、これ大丈夫？ボーナス100機。可能性100機。それはそれで嫌なんだけど。なんか前もあったな、なんか。あった、ね。あれなんかこっち反応悪いな。大丈夫なのかこれ。回線大丈夫なのかね。ね、敵もなんか、ふわっとしてる。回線の問題なのか何なのか。ああ、デフォルトで音量いるんだか。とりあえず、クロードが音量の目を覚まさせた。なるほど。まっすぐ行くから結構弾は取ってもなく、今日の決心があっちから来るってこと。あ、下にいるの。投票。おう。わお。あ、抜けちゃってるな、相手。マジかよ。じゃあもうこれは普通に。クリア100機になっちゃうな。クリア100機になる。了解。うん、けどクリア100機でもお前死んだから。そうだ。普通に死んだから。こんなんあったな。おう、いる。ああ、ごめん。最後の最後。ええ。なんか後ろから敵が来てる。大御霊守りを前にして。相手はクロード、見たままの飯に出した。ほらー、こいやー。こういうのレイドでやってみたいんだけど。確かに。ほらー、いやー、駆け抜けろ。おー、ごめんごめん、俺が呼び寄せる。燃えろ燃えろ燃やして。いやー、いけいけ。合戦感がいい。確かに。いやベルセルク展見に行く。あ、なんかやるらしいですね。全然俺は知らなかったけど。あ、本当。あれはちょっと見とかなきゃなっていう感じあるよね。今は泣き。本当に死んだのかなって感じなんだけど。いや、もう悲しいことにね、これは。なんか死んだ感がないんだよな。みんなの心の中。なんかいないか。おめえがいる。今音量いるのか。地味にさ、マップに
マップギミック。あ、そうか、音量を探すとか、ありだね。っていうか、音量ちゃんと探さないと。どこにいんだこれ。さっき、一人見つけましたもんね。あ、いたいたいた。こっちだ。ほうほう。あー、なるほど。クロードは、相手の陣に音量を差し向けた。ナイスショット。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱く。果てはないのかと。ヒッケー、突っ込め。15個。15個 ?25 個か。ああ、そう。あ、宝箱ある。あと敵いるよ、アンチャと。あ、こっちにもいる。すごい叫ぶ。いるほど、生きて。ナイス。とりあえず弾ぶっ込む前に開けるか。めっちゃこれ。おい、行くぜ。開けごま、透明ちゃんだ。透明ちゃん、撃ちつね。いやー、ナイス。いって。ナイス、早っ。一瞬だった。一瞬で掘ったりましたら。とりあえずぶち込むか。恐ろしい呪いが迫り来る勢を前にして、クロードはラストフェース最後の時まで抗うことを誓う。抗うことを誓う。あれ、音量はどうしたっけ。あれ、もう3体いったっけ。いや、まだ2体だったはず。そうだよね。地の底の最果てから邪悪なるものがじりじりと這い出した。やばいな、ウェーブ始まっちゃった。始まってる。ここか。もしかしてあ、いた。あれ、これかな。違うな。ウェーブってなんか入んないとダメなの。そうですね。あれ、音量解放したんだっけ。してないですね。してない。あの、檻はあったんですけど、空。檻、え、なんでそれ。こんなこと。空の檻ってことです。なるほど。あれか、あれ、じゃあ、それを。それじゃあな。ああ、いや、いないな。いっぱいある。やっべ、やっべ、ちょっと待って。
で切りにした。しかし、次の群れが迫りつつある。ないのかな、見落としたかな。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。いない。あ、ハゲんだやつ。いけた。明日。ああ、そうしましょう。バスやつ。わぶない。わわわ。終わりだ。ういー。始まんない。ちょっと不本意な勝ち方だが、まあちょっとしょうがない。時もある。はい、休止だ。ありがとうございます。なんかこれ時間もちょうどいいよね、本当。10分ぐらい、うん、10分か10分いかないぐらい。まあ席がいたらもっとかかってたのかな。そう、でもまあこんぐらいがありがたい。あ、やべえ、討伐数が負けた。まあけどその分な、ちゃんと死ななかったし今回。それベースにしてもらっていいですか。意識が低い。こっちから言うとって感じ。すいませんでした。群雄百鬼、群雄モードでマッチメイキング試合に勝つ。まあ勝つというかなんというか。でなんか、またいい傷を持ったの。樹品欲しかったけど手に入んなかったら。ああ、樹品俺もらった。しかも攻めのけど、攻めの方いいな。一切手に入んなかったら。天の癒しか。いいわ、天の癒しは。俺も2個手に入ったけど、まあ持ってるからなって感じさ。暗い。大丈夫です。暗い。エモートが追加されました。酒、飲まずにはいられない。OK。じゃあ、取りま。どの話にいたしましょう。完了しちゃったよ。なんかちゃんと対戦したかった気もするけど。そうですね。うん、まあしょうがない。サッカーパンチのせいです。まあサッカーパンチはもう俺は悪く言うことはできない。あまりにもありね、マルチとクオリティが高いので。なるほど。すいません。はい、そういう時もありますと。